織田氏春はなぜ謎の人望や人気があるのか、魅力解説。戦国時代、数々の戦国武将たちがいました。城と領民を背負って戦う武将であったり、主君にどこまでも尽くした武将であったり、その生き様、魅力は様々です。そんな星の数ほどいる戦国武将たちの中で、本日紹介したいのは謎の人望、そして謎の人気を持つ戦国武将織田氏春について。謎の人望、謎のカリスマ、謎の人気を持つかの人の魅力を今回は語ってみようと思います。日立の国、名門の家系だった織田氏春だが、織田氏春は日立の国の戦国武将です。日立の国は現代でいうと茨城県ですね。そんな織田氏春の祖父は堀越公方足利政友、父親は織田家の中高の祖とも言われる織田正春。その息子として生まれたのが織田氏春という人物なのですが、父親である織田正春が参戦した戦が織田家の命運の分かれ目でした。1545年に起こった川越城の戦い、そしてその翌年の川越野戦にて反北条連合に参加して戦った織田正春でしたが、この戦いで連合軍は敗北、さらに北条佐竹の拡大を許してしまうのです。傾いてしまった織田家を継ぐ若君の名こそが、拡大していく北条家と佐竹家、対して敗北が響き傾いてしまった織田家。間の悪いことに1548年織田正春が亡くなります。そしてこの家運傾きつつある織田家を継いだのが当時14歳であった若君。この方こそが織田氏春、その人なのです。時は戦国、世は乱世、相模の志士北条氏康、越後の軍神上杉謙信、鬼義重、佐竹義重、一騎当選の猛者たち相手に一歩も譲らぬ織田家当主が織田氏春。その活躍を見ていこうではありませんか。初陣は敗戦に終わるが、なんとその後は、まずは1555年上杉家と一緒に結城氏と戦うも敗北します。1回目。とはいえ初陣で命を落とすものだっている世の中、命あってのものだねでしょう。そして1556年北条と結城が織田領に攻め寄せます。この際に織田氏春、海老ヶ島城に救援として向かうも途中で敗北。2回目。海老ヶ島城は落城、もっと言うと居城であった織田城を落とされますが、氏春はなんとか逃げ延びます。しかし織田所領が占領されていく中で、勇猛果敢にも氏春は出陣し織田城を奪還。翌年に下妻城を攻めるのですが、ここで佐竹の援軍が入ったことで多賀谷に敗北。3回目。何とは言いませんが、すでに3カウントです。織田氏春、結城&佐竹&上杉との連戦を乗り越える。再びやってきた佐竹、そして多賀谷連合軍に氏春は敗北し織田城は落城。翌年に名誉家臣菅野谷正貞が織田城を奪還するも、勢いに任せて攻め込んだ結城氏に防戦されて撤退した挙句に北条城を奪われ、佐竹&多賀谷連合軍に海老ヶ島城が再び落城。ここで打倒北条に呼ばれてやってきたのが上杉謙信です。しかしまだまだ落とされることはない小田原城、その裏で海老ヶ島城を奪還する氏春、さらになんと密かに上杉から離反して北条氏康と手を組んだりしてしまう氏春、その裏にはなんとか宿敵佐竹義明を倒そうという辛抱遠慮の策があったのです。こうして佐竹と織田の関係はどんどん悪化、さらには上杉から離反していることが報告されてしまい、ついに上杉謙信がやってきて1564年海老ヶ島城は落城。氏春自身も上杉佐竹ら連合軍と戦って敗北するも、菅野や正頼らが討ち死にするも、氏春は織田城を捨てて逃げ延び、織田城を取り戻して再び佐竹氏により落城させられることとなるのでした。今回何度落城って言ったかな。佐竹義明の死、再び織田氏春のターンが来る。1565年、佐竹義明死す。後を継いだのはその息子佐竹義重16歳でした。これは大チャンスとばかりに織田城を奪還した氏春はさらにと行動しようとするも、ここに出てきたのが上杉謙信。やっぱり越後の竜は無理だったよと、落城経験を積んでいることに定評のある織田城から落ち延びた氏春。
もはや落城と落ち延びのプロとなった武将です。その後1568年に織田城の城壁を修繕しないという条件でやっと上杉謙信に降伏をすることができたのでした。つまりこれだけ敗北と落城を繰り返してまだ本人は生きているのです。もう才能ですよ。これはある意味ずっと織田宇治春のターンみたいなものではないでしょうか。織田宇治春の大活躍と秀吉の襲来クエスト。さてここからも織田宇治春と佐竹との熱い戦いが繰り広げられます。両者の戦いはデッドヒートし、宇治春が騙されて多くの兵を討ち取られ、織田城が落城して逃走したり、佐竹を打ち破っていく結城軍に奇襲をかけて勝利したり、大晦日に宴会を開いていたら奇襲を受けて落城したり、やっぱり落城したり敗北したり落城したりを繰り返していた織田宇治春でしたが、ついに彼がやってきます。秀吉による小田原城攻略です。織田宇治春はこれに参加しなかったため領土を没収、娘が結城秀康の側室になっていたので命こそ奪われませんでしたが、大名家としての織田家はここで終わりを迎えます。その後1602年に69歳で織田宇治春は亡くなります。織田宇治春の死因は病死。織田宇治春の死因は凍死でも戦死でも自害でもなく病死でした。ある意味見事に畳の上で死ねた織田宇治春。ここまでどうして彼が生き延びられたかというと、驚異的な武力でも奇想天外な策謀でもなく、もはや謎としか言えない人望のおかげなのです。ここまで生き続けられた謎の人望の秘密とは。この織田宇治春という武将、不思議なほどに再び立ち上がってくる武将です。そして戦国時代において再び立ち上がってくる武将というのはそうはいません。大きな敗北から立ち上がってくる武将はいても、落城してなお立ち上がってくる武将というのはいないのです。ではなぜそれができたかというと、家臣および領民に深く慕われていたという織田宇治春ならではの強みがあるのですね。じゃあその強み、織田宇治春はどうしてそんなにも謎の人望があるのかというと、なんと分かっていないのであります。一応血筋的には良いとはいえ、本人のやらかしも結構大きめ、しかしなおそれでも周囲が彼を見捨てない、だからこその謎の人望なのであります。もしかしたら現代の私たちからはもう理解することのできない、直接対面した彼らだけが分かる謎の人望を持っていたのではないか。そんな謎の人望とともに謎のカリスマ、そして謎の魅力を持つ織田宇治春、どうぞよろしくお願いします。戦国ひよこライター千の一人ごと。織田宇治春、もしくは彼のファンは彼のことを出家名から取って天安様と呼び親しんでいるコアな武将。戦国最弱とは言われるものの、決して弱いだけの人物ではありません。実際に本当に弱いだけならば天寿など全うできなかったでしょうから。しかしどんな人望かというとよくわからない、本当に謎の人望を持っていて、何度も立ち上がるその姿はまさに再生を繰り返す不死鳥のごとく。そんな知れば知るほど不思議な魅力のある武将、織田宇治春、どうぞよろしくお願いします。おちゃーん。